はい、はい、もしよかったらあの見えにくいんで前の方に来てもらってもいいですか。はいはいはい、はい、この角度で上から若干こう、ね、分かりました。もう緊張する、久々にあれは。じゃあちょっとあの初めての人いっぱいいると思うんで、まず私ブルハシと言いますよ。ああ、いいです。久々なんでかなり緊張してます。さっき寝起きでちょっと寝坊しました、うん、しかもこれまず点滅してれば取れてるんで、うんうん、この場所すごい近いんでズームやるのもいいんだよね、うん、ピンとほらこうね、ぴったりこれがでバッツリ、うん、じゃあ進化してます、ね、今このデッキの中から僕が選んだのはスペードのカードたちです、うん、いいですか。例えば見えます皆さん立つか、うん、はい、もっと出た感じで、ね、ちょっと手汗がやばい。ちょっと待ってくださいね。緊張してる。手汗がしんどい。なんか出た感じでスペードチャラチャラってカードくっついてる。なんかくっついてる。あれあれ。あれあれ。まあこんな感じでばらけたちょっとスペードのカード一通り用意しました。はい、で手出してもらってもいいですか。いいですか。こうか。いくつや。パッてやれば。まあ、とりあえずスペードのカードは全部揃うっていう数字が、ちょっとごめんなさいね。ごめんなさいね。ダメだ、久々にやったら緊張してる。ああ、うん、バラバラでしょ。席バラバラだった、うん、確かにバラバラだったと思います、うん、まあ、こんな感じで。おー、まあ、で、まあ問題はここからなんですよね。ちょっとまあ大概ばらけて、大概ばらけて大変なことになってるんですよね。うん、で中にはこんな感じでハートの9、ハートの10だったり、このクラブの6、7だったり、まあ、ダイヤのクイーン、うん、キングだったり、うんうんうん、たまにこう順番はあるけど基本バラバラなんですよ、うんうん、でもグラッってやれば、まあ、全部。おお、すごい、すごいっすな、すごいっすな、すごい、すごい、どうなってるんですか。Thank you.